それでは県内で新たに24人目、25人目となる2名の新型コロナウイルス感染者が確認されたので公表いたします。1名は9事例目の内子高校関係で同校の生徒1名が感染していることが確認されました。もう1名は新しい事例として追加しています11例目で11事例目でございまして、松山市の男性1名の感染が確認されました。行動履歴からこれまでと同様県外での感染が疑われる事例でございます。また愛南町の事例10事例目でございますけれども、その接触者の検査状況についても併せて発表をさせていただきます。まず感染された方々に対して心からお祈りを申し上げます。皆さんの一日も早いご回復をお祈り申し上げたいと思います。また子どもたちの心身の健康を守るべき県の県職員が感染拡大地域に滞在、これはやむを得ざる事情はわかるんですが、校長が把握できておらず、その結果感染、生徒への感染させたことについて県民の皆さん、そしてまた学校のある地域の皆さん方に大きな不安を与えるものでございますので、改めて心からお詫びを申し上げます。検査結果が判明したのは昨日7日の夜22時ごろでございます。ご本人へ連絡した上で今後の治療内容等を説明し、保健所の調査へのご協力、プライバシーへの配慮をした公表にご理解をいただいておりますことを申し上げます。申し添えさせていただきます。まず9事例目の内子高校関係の感染者の概要でございます。感染が確認されたのは10代男性1名でございます。住所地は内子町内子高校の生徒さんでございます。現在把握している内容でございますが、4月4日に陽性が確認されました内子高等学校の教諭が指導した部活動の生徒5名、そのうちの1名でございます。他4名の生徒さんは陰性でございました。この教諭は4月1日2日に2時間程度5名の生徒を指導しており、窓を開けて換気する、2メートル以上の距離を保って生徒に声をかけるなどの注意は払っておりましたが、実技指導を行う際はマスクを外していたとのことでございます。このため4月4日以降、濃厚接触者として自宅待機のご協力をいただきました。5名の生徒さん、ご家族、皆さん自宅待機をしていただいていますが、昨日 PCR 検査を行った結果陽性が確認されたため、本日、16時ぐらいになるかと思いますが、県内の感染症指定医療機関に入院予定でございます。現在本人に熱や咳などの症状はございません。なおこの方の同居のご家族は2名でございまして、ご本人が無症状のため濃厚接触者には当たりませんけれども、念のため、昨日から、できるだけ外出を避け、不特定多数の人が集まるようなところに行かないとの行動自粛を要請お願いをしておりまして、受け入れていただいています。今後必要に応じて PCR 検査を行いたいと思います。また他の部活動生徒4名は先ほど申し上げました通り昨日陰性が確認されましたが、念のため引き続き予定通り2週間の健康観察等を行うことといたします。また今後もその間に症状が発生するなど必要があれば速やかに検体検査を実施する考えでございます。なお観察終了予定は4月17日金曜日までとなります。
なお濃厚接触者である教職員33名につきましては、全員をやるというふうにしましたので、13名は昨日の段階で PCR 検査終わってます。今のところ全員陰性でございますが、本日残る20名について検査を実施する予定でございます。この結果は本日深夜に出ると思います。県立学校の教職員については3月23日以降に感染拡大地域の滞在歴の有無等に関する調査を実証済みであるということは申し上げてきた通りでございますが、この結果、家族の進学準備や通院などやむを得ない理由も全部含めまして、訪問歴のある教職員を調査したところ111名いらっしゃいます。この111名の方につきましては、今回の事例にも鑑みまして2週間の自宅待機を命じているところでございますので、各学校ともに3月23日以降感染拡大地域を訪問した先生は、全ての県立高校学校には来ていないというふうなことになります。これでいいですね。その点をまずご報告させていただきます。次に生徒への二次感染を踏まえた学校および県教育委員会の対応を私の方から説明させていただきます。大きく3点ございまして、内子町や内子高校における今後の、初期段階で、対応しましたので感染拡大の可能性は低いということ、それから生徒や保護者への相談対応等の強化に関すること、そして県立学校における部活動の停止についての3点でございます。まず今後の感染拡大の可能性でございますが、内子高校では感染が確認された教諭は4月1日、2日はそれぞれ勤務および1、2時間の部活指導を行いました。4月3日は早朝短時間のみ出勤をしていることが確認されています。他の職員および部活動の生徒とはこの2日間ないし3日間に接触がなされたということであります。4月4日に教諭の陽性が確認されましたことから、同日から直ちに教職員の大半36名中33名を濃厚接触者として在宅勤務にしております。この段階からすでに学校には来ていません。また生徒5名の皆さんにも自宅待機をお願いしていただきました。このように感染した教諭と接触があった者は早期に関係者の確認を行いまして、二次感染の可能性も考慮して自宅待機等を継続して行っていただいております。今回残念ながら生徒1名の陽性が確認されましたが、この生徒さんもや今後仮に他の教諭から感染者が仮にですけども、今日結果が出ますが、それが感染者が確認された場合でも教諭との接触から間を置かずに関係者の自宅待機等を行っておりますので、学校内や地域に幅広く感染が拡大するとは考えにくいこと、まずこの点を、現段階での状況としてご理解いただきたいというふうに思います。他の県立高校とは異なる対応を内子高校には要請実施をいたしました。内子高校はこうした事態があるので4月20日まで2週間学校再開の期間を延長することとしていることは既にお話しした通りでございます。次に相談体制の強化でございますが、県教育委員会の職員を2名、内子高校小田分校に常駐させまして、近隣校の教職員とともにサポート組織を立ち上げ、生徒や保護者からの相談等への対応や休業中の生徒に対する生活資材や教材作成等に当たっております。今後は生徒や保護者の不安に寄り添いながらきめ細かく対応するため、感染された生徒および濃厚接触者である生徒、その保護者の方々に対し担当教諭からの
電話やメール等による相談を行って、健康面や学習面のサポートをしっかりと実施していきたいと思います。その他の生徒さんや保護者の皆さんに対する心理面のサポートにつきまして、臨床心理士3名による心のレスキュー隊を特別編成いたします。また相談窓口を設置した内子高校小田分校へベテランの養護教諭2名も派遣することといたします。地域の皆さんには感染した生徒や生徒の方と生徒さんやご家族はもとより、内子高校の生徒さんや保護者の皆さんをぜひぜひ温かく見守っていただきまして、この事態を地域ぐるみで乗り切っていただきますように、どうぞよろしくお願いいたします。次に県立学校における部活動の停止についてであります。今回特殊な事例、教職員の出張に伴う事例とはいえ、屋内での部活動中に発生したと考えられることも踏まえまして、また部活動はやっぱり接触の機会が授業なんかと比べて格段に高まりますので、この度ウイルス対策のレベルを一段引き上げることとし、すべての県立学校における部活動につきましては、速やかに本日から2週間程度文化部運動部を問わず停止する措置を取ることといたしました。この措置は生徒の安全確保のため、密となる機会を極力排除し、感染リスクを低減させることを目的に当面の緊急措置として行うものであり、生徒や保護者など関係者の皆さんのご理解とご協力をお願いしたいと思います。またこの活動の再開につきましては、それぞれの地域いろんな状況を勘案しながら、2週間が経過する時点でその後の方針を決定したいと思います。大半の県立学校が入学式始業式を迎えた本日、このような報告をしなければならないことを学校設置者として、心より申し訳ないと思っておりますが、前々から申し上げまして、申し上げてきた通り、変化には迅速に対応するということが大事でありますので、今回こうしたレベルを上げるという判断をさせていただきました。なお一方で、県教育委員会には、先般教職員に対し、より厳格な感染予防、検温の確認であるとか、朝の健康チェックであるとか、こうしたことも含めて、徹底するよう申し入れたところでありますが、学校内での二次感染の発生という、特別な事例ではありますけれども、こうした事態を受け止めて、組織が一丸となって安全安心な教育環境の確保と信頼確保に全力で取り組んでいくと思います。他県の教育委員会と情報交換を密に行うなど、有用な知見があれば随時現場に通知し改善を行ってほしいと思います。状況が刻々と変化する中、地域ごとの感染状況を注視しながら、今後とも生徒さんの安全健康維持を最優先に考えて、必要と判断した場合は再開した県立学校の再休業措置も含めた対応を、変化があれば迅速に躊躇なく実施する所存でございます。次に、11例目の松山市関係の関係者の概要でございます。こちらに新たに追加ということになります。感染が確認されたのは30代男性1名でございます。所在地は松山市で、職業は会社員ということでございます。現在把握している内容ですが、この方は4月1日に悪寒や倦怠感等が現れ、翌日4月2日には熱が39度まで上がり、味覚聴覚異常が現れているそうです。その後も症状が改善しないため、4月4日に医療機関を受診、
昨日4月7日になってもなお発熱が続いていたため医療機関に電話で相談、この医療機関の医師が帰国者接触者相談センターに相談し、帰国者接触者外来を受診して検体を採取いたしました。昨日22時ごろ PCR 検査で陽性が確認されたものでございます。本日、13時ぐらいでしたけれども、すで、に県内の感染症指定医療機関に、入院をされています。現在のご本人の症状は確認中でありますが、軽症であると聞いています。行動歴でありますが、3月27日、28日に大阪府に出張し、そこで数名と会食をされたそうでございます。さらに詳しい行動歴は現在調査中でございます。また現時点で濃厚接触者は同居のご家族5名を把握しており、この5名の方々に対しては自宅待機および健康観察を要請しています。なお1日に症状が出ましたことから2日以降は職場を休まれております。症状が出てからは休まれておりまして、幅広く行動しているわけではありませんが、職場の関係者などご家族以外の濃厚接触者につきましては現在調査中ということでございます。そういうことでは調査中は白ということになります。次に1個戻って10例目の愛南町関係の検査状況でございます。一昨日4月6日に感染が確認された男性につきましては、これまでの聞き取りにより判明した接触者等9名について昨日 PCR 検査を実施し、すべて陰性でございましたことを報告させていただきます。なお濃厚接触者でないことから自宅待機等は特に要請しませんが、念のため保健所による日々の健康確認は実施させていただくことといたします。現時点では感染が複数確認されている高知県畑地域と隣接していることから、地域間の交流の中で感染した可能性はこれは一つあると思います。それが確定したわけではありません。可能性の一つとしてあると思います。今後も高知県と情報共有を行うとともに、引き続き新しい情報があれば可能な範囲で聞き取り等を行って感染源の特定に努めていきたいと思います。現段階で接触者はすべて陰性が確認されましたことから、今後この事例から感染が県内に拡大するというふうには考えておりませんが、感染源の特定は今申し上げたように他の事例と違ってなかなか見えてこない事例もあります。そして関係者の健康観察も実施中ということでありますので、今後愛南町内で一人でも感染者が発生した場合は、県立南阿波高校に関しては、再度の休業を行うことといたします。今行うわけではなくて、一人でも出たら念のため、速やかに休業ということとさせていただきたいと思います。県では感染者の発生に対して接触者の特定や自宅待機の要請、必要に応じた PCR 検査を一つ一つの案件ごとに丁寧に行っていきたいと思います。現時点では感染経路が全くわからない感染者の発生は、2例目の松山市の事例のみで、この松山市の事例も他に感染が広がっていないことは周辺の状況調査で確認をしています。ただし東京をはじめとした7都府県では緊急事態宣言が出されるほど感染が拡大していますし、感染経路不明がもう5割以上、6割ぐらいなのかな、
それぐらい上っているそうでございます。封じ込めるというようなことを、事例ごとに封じ込めるという段階もかなり超えているというような状況ですので、そこは愛媛とは現状は違いますけれども、しかし、繰り返し何度もお伝えしてきた通り、ウイルスは目に見えないものでございます。愛媛でもいつ県外から持ち込まれるか、またすでに持ち込まれているのか、誰にもわからない状況に遭うことは、共有していただけたらというふうに思いますので、県民の皆さんには決して、こうやって一個一個丁寧に、封じ込めはしていますけれども、愛媛は心配ない、大丈夫だと決して思わないでいただきたい。気を緩めることのないように、くれぐれもお願いしたいと思います。こうしたような段階では、一人一人の生活での行動が、最大の抑止につながりますので、本当にご自身のこと、それから、他人へのリスク、そういったことを考えて一人一人が着実に行っていただけたら、感染拡大は食い止められる段階だと思いますので、よろしくお願いいたします。このウイルスは空気感染ではなく飛沫感染、咳やくしゃみ、大声などで飛び散った唾液などの小さな粒を吸い込むことで感染いたします。また接触感染、皮膚や粘膜などの直接的な接触や、ドアノブや手すりなどの表面を介しての病原体の接触でウイルスが付着することによって感染をいたします。これによって広がることが確認されているところでございます。特に日常的な生活の中で、通常のインフルエンザのように広がっていくのではなく、密閉、密集、密接の状態の中で一人から大人数に感染するクラスターにより広がっていくことが指摘されています。そして感染者の8割の方は陽性であっても他の方々にうつしている状況ではないということが専門家の会議でも言われていますけれども、こうしたことも全部網羅した上で、このために県民の皆さんにもうがい、手洗い、頻繁な換気等の感染症予防とともに、密閉、密集、密接の3つの密を極力避ける行動、特に混雑した場所には行かない、多人数で近くに集まって大きな声で話をすることは控える、飛沫感染、接触感染を防ぐのはもうこれに尽きると思いますので、改めて強くお願いを申し上げたいと思います。以上です。ただいまの発表事項に関して質問のある者をお願いします。テレビ愛媛ですが、先ほどの111人教員の方を2週間自宅待機ということですけど、この数は多いとお考えでしょうか。あと、それによって、授業等への影響などは、全体、これは教育長3000人ほど県立学校の教職員おりますので、3000人、はい、111人というのは、年度末のバタバタした時に移動はどうしても多いので、引っ越し、一番多いのはですね、子どもの進学等でやる引っ越しが、半分以上を占めてますので、やむを得ない事情の方が結構いらっしゃったということです。やむを得ない事情が大半だとは思います。全部とは言えて単なる情報があるのかもしれませんが、2000人の中の111人で影響は当然あります。ただ何日までっていうのが見えてますので、ゴールが見えてますので、これがゴールがなかなか全然見えないと、残された教職員も、かなりの精神的な負担、一層高まると思いますが、いつまでに復帰できるっていうのが見えてますので、その間ゴールが見えてるんで、優秀な方多いと思いますから、踏ん張り切ってくれると確信をしています。しんどいです。111人の中には、滞在歴についての調査が始まる前に部活の指導に伺えた方もいらっしゃったんです。
通に答えて。はい。始まる前に。部活の指導などに当たられていた方はいたんでしょうか。まあ、この時期、3月23日頃は、まだそこまでの枷をはめてないというか、そういう条件をまだつけてなかったので、まあ、いらっしゃったかもしれませんし、はい、ただ、この時期は部活動についても、2メートル以上距離を取るとか、換気をするとかというふうな条件付きでの部活動を今、しておるところでございましたので、そういった点での、配慮はしてもらっていると思います。あと発症者はいない。南海放送です。患者の方の容体で、僕より重症が増えているかと思うんですけれども、こちらの、まあ、対象の方とか、容体とか、言える限りで教えていただきたいと思います。はい。じゃあ、これは、プライバシーに関することですので、年齢だとか性別だとか、具体的なところは、公表を差し控えさせていただきます。これまで入院している方のうち1人が重症になられたということです。重症とはいえ、なんかこう、今こう、なんていうんですかね、人工呼吸とか装着している段階ではないです。すみません、今の感じで、人工呼吸器をつけている段階じゃなくて、集中治療とかもされてないと今回でないです。すみません、どういう状態を重症と切って、重症にカウントされているんですか。医師の判断に。当職員の方で111人の方が自宅待機されているんですけれども、県職員の中でも、感染拡大地域に行っていたという申し出を受けて、自宅待機している人などはいたんですか。これももうすでに同じように、県職員も同様の措置を取っています。人数が、後ほど23名です。23名。教職員と一緒に3月23日以降に滞在する。はい。すいません、NHです。11時例目の方なんですけれども、この男性はですね、この大阪に一人で行かれたのか、あと、その移動手段とかはどうなったのかっていうのは把握されてるんでしょうか。はい、出張と聞いておりますが、詳細は現在、松山市保健所が調査中です。すいません、部活動を禁止されたかと思います。はい。部活動を禁止されたかと思いますが、はい、例えば体育など授業があったりするかと思いますが、そのあたりまでは。はい。はい、体育の授業もですね、やりますけれども、まずは屋外でできる授業というのを前倒しで優先してやっていきます。なるだけ屋内の、いわゆる実技とか、そういうのは後ろに追いぶる形で今進めています。その他、大阪の方なんですけれども、退職をされたということなんですけど、これは大阪の方という解釈をしてほしいです。それから出張で、はい、一緒に会食をしたという。はい。そうですね、それは、ちょっと確実とは言えないんですけども、まあ、とも会社の仕事の関係で大阪に出張し、会食されてますので、その可能性は高いと思います。ちょっと確約はできないんですけど。すみません、愛媛新聞です。関連して、この大阪の方で会食された数名の方が感染しているかどうかというのは、県の方に何か連絡とかありますね。感染経路とかまだ断定できないと思うんですけども、基本はその大阪で感染されたという可能性が高いというふうに考えておられる形でしょうか。周辺にも今、感染拡大の情報もありませんし、こちらのボードでかなりお医者さんから出た検査、これ以外については全部陰性が出ているという状況でありますので、その可能性が非常に高いんじゃないかなというふうに思っています。その他。はい、産経新聞です。昨日の会見冒頭ちょっと注意を触れていただいたんですけれども、はい、昨日から手話通訳の方が、はい、この会見に入ってこられておられます。その意図とそれから何かきっかけがあったらそれ申し上げてください。そうですね、実は本当これは昨日申し上げた通り、
もう最初からやってればよかったなと今振り返ってみると反省材料だと思ってます。それはだから、広く県民の方に、県の OB の方、県の OB の方から、やったらどうかっていう。で昨日から今日もちょっとホームページ見たら動画すぐ入れて、はい、手話通訳の方も同時に映るような形になっている、はいはい、それはだからその手話通訳が必要な県民の皆さんに対するメッセージを明確にという意図でございます。よろしいでしょうか。はい、そうです。よろしいでしょうか。ではこれで会見を始めます。すみません、ここでまだ関係強くなるから、ね、お願いしますので。